皆さんこんにちは。若菜ずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材はこちらのリホク米です。リホク米を使ってサバガーリックバターライス紹介したいと思います。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。さあ本日はリホク米でサバガーリックバターライス。まずはお米をたっぷりの流水でゆすぐように洗います。精米技術が進みしっかり研がなくてもいいんですよ。この後水に30分ほどつけておきます。水をしっかりと切ったお米を鍋に入れ、そこに酒、醤油、水を合わせて加えます。次にセロリや人参などを炒めます。セロリで香りにアクセント、人参で色合いを出しているんです。さらにここでガリも加えます。ガリで甘みとさっぱり感を演出しているんですよ。次にサバ全体に酒をかけたら水分を拭き取ります。このひと手間が美味しさの秘訣なんです。日本酒をかけてキッチンペーパーで拭き取ることでサバの生臭さを軽減することができます。皮目に数箇所薄く切れ目を入れたらフライパンで両面を焼いていきます。ここでは中まで火を通さなくても香ばしい焼き目がつけば OK です。うわー美味しそう。あとは豪快に鍋に入れて蓋をして炊いたら、リホク米でサバガーリックバターライスの出来上がり。油が乗ったサバと出汁のしっかりと効いたリホク米、そしてバターとガーリックが効いた味わいがとっても美味しいです。今回は小ネギを使っていますが、パクチーや大葉に薬味を変えても美味しいです。残ったご飯にスープをかけてお茶漬けにするのもおすすめです。今日のレシピ僕も作りました。これはほっぺがいくつあっても足りない。